果たして私がプロに預けた 100USDT はいくらになったのか。皆様お疲れ様です。青さんです。今回の動画は仮想通貨の動画となります。私が前回出させていただいた俺の100万円がっていう動画があるんですけども、そちらの動画の中で私一つ気になる発言をしているので、まずそちらの方だけちょっと説明をさせてください。前回の動画の中で現状僕の中の考えなんですけども、今新しくお金を入れて仮想通貨をやろうとは思わないっていう発言をしてるんですよ。今後新しくお金をプラスしてやっていこうとは思わない。でも今回この仮想通貨の動画を撮るんですけども、なんと前回の私の動画を見ていただけたビットゲットさんより連絡をいただきまして、なんとお試し金をお支払いするので当プラットフォームを使っていただけませんかっていう案件が届きました。はい、ということで今回ビットゲットさんより 100USDT をいただくことになったので、そちらの方を使ってビットゲットの中でも今特に注目されているコピートレードっていう手法を使って1週間僕のこの 100USDT がいくらになったのかっていう動画をお届けいたします。まず私今現在口座を持っていませんので、口座を作るところから始めていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ではこちらがビットゲットのサイトになります。ど真ん中にあるこの青いボタン登録っていうのを押していただいて、メールアドレスとパスワードを設定してからアカウントを作成します。メールアドレス登録するのが嫌な人は Google とか Apple とかでも、ログインすることができるみたいですね。この順番に選択しようっていうことで、これとこれとこれね、はい一瞬わからなかった。OK。じゃあ、こちら、E メール認証なので、今から E メールに届いた、パスワードを入力して、先に進みたいと思います。よし、これでアカウントができたので、今からちょっと2段階認証の設定をしたいと思います。メールアドレスでしか登録をされていない状態なので、このセキュリティ設定をして、セキュリティを強化しないとね、自分の資産を守れないので、Google 認証と連携してくださいっていうのが出てきて、ここで Google Authenticator っていうアプリを設定してくださいって出てきます。スマホのアプリから、Google Authenticator っていうのを Google で検索したら出てくるので、そちらの方から、こちらの2段階認証を登録します。Google Authenticator を、アプリを立ち上げて、中にあるカメラで、この QR コードを読み取って、出てきた数字をここに入力して、で、送信を押せば2段階認証が完了です。では、やっていきます。さらに安全性認証っていうのが出てきましたね。これでまた確認が必要みたいです。結構セキュリティなんか強固な感じがしますね。では実際に今からコピートレードを使って取引していきたいと思います。それではここで皆様にお伝えしておきたいことがございます。今回の私のこちらの動画では細かい説明はあまりいたしておりません。理由は私よりも超賢い YouTuber の方がたくさん動画を出しているからです。もっと細かく知りたいよっていう方はぜひ他の YouTuber の方の動画をご覧いただければと思います。そして今回概要欄に貼り付けているリンクから口座登録をしていただいた方限定で、なんと永久的に取引手数料が 30% オフになる特典をいただきました。はい、でもね、私は仮想通貨をおすすめしたいと思っているわけではないんですよね、個人的には。若干興味があるからやってみたいなとか、口座だけでも作っておきたいなっていう方は、ぜひ下の概要欄のリンクを飛んで作っていただいた方が絶対的に得なので、こちらの方はぜひ活用していただければと思います。それではあれから2日経ちました。ビットゲットさんよりお試し金の 100USDT をいただきました。ビットゲットさん本当にありがとうございます。こちらにも表示されている通りに日本の価値にすると大体まあ1万3000円ぐらいの価値があるみたいです。でですね、ビットゲットさんよりぜひ今回青さんと一緒にコラボキャンペーンをやりたいということで、下の概要欄のリンクから飛んで、私の招待コードを使って口座登録をして、で、初回の取引をされた方に、なんと 10USDT 相当の BGB トークンがいただけるキャンペーンをやっていただけることになりました。ビットゲットさん、ありがとうございます。そしてなんと、5日間連続で任意の金額の取引をしていただいた方には、なんと 30USDT 相当の BGB トークンがいただけるキャンペーンも合わせて行っております。BGB トークンっていうのは、ビットゲットさんの専用プラットフォームトークンになります。
最近結構上り調子で、なんかね、すごい人気のあるトークンらしいので、こちらの方も興味のある方は、ぜひ今回のチャンスを逃さずにゲットしてみてはいかがでしょうか。でも、あんまり仮想通貨おすすめしないとか言っておきながらなんですけど、やっぱりこういう風に視聴者さんに還元できるって個人的にはすごい嬉しいことですので、今回のキャンペーンですね、ビットゲットさん本当にありがとうございました。それでは早速、お試し金としていただいた 100USDT でコピートレードをやっていきたいと思います。こちらのページの上部にコピートレードっていう項目があって、先物コピートレード、現物戦略コピートレードとあります。今回は現物コピートレードをやっていきたいと思います。コピートレードがわからない方のために超わかりやすく説明すると、プロのトレーダーの方の真似をして仮想通貨を購入する方法となります。いやね、こんなに僕にぴったりな、方法があったっていうのをね、ビットゲットさんのところに来てね、初めて知りました。で、こちらが、トップトレーダーの方々がね、ずらっと並んでいるページになります。まずは、ここのトップトレーダーっていうところは、本当に皆さんから人気のあるトレーダーの方がずらっと並んでいるところになるんですけども、この満員っていうのを見ていただけたらすぐ分かったと思うんですけども、なんと人気のあるトレーダーさんってね、フォローできる数がね、決まってるらしいんですよ。またそのトレーダーさんによってもそのフォローできる数っていうのね、こういう風にね、ちょっと違ったりするんですよね。300だったり500だったり。で、ここはもう定員オーバーなので、この方をフォローすることはできないという現状になってます。なので、ここのなビットコインモニターって方であれば、このように緑になっているので、フォローすることができるという感じになってます。あとね、ここにすべてのトレーダーっていうのを押すと、すべてのトレーダーの方が見られたりだとか、総合ランキング順に並び替えたりだとか、あとは、こういう風に、ここを押すと、横軸みたいな感じで見れたりとか、あとは、ここを押せば、グラフを軸に見られたりだとか、さっき出ていたように、このように詳細を見たりとかできるような感じになっております。では、一番人気の、こちらの方ちょっとクリックしてみます。では、こちらが総合ランキング1位の方のページになります。まずですね、ここのコピートレード仮想ペアって書いてあるところに、仮想通貨がずらっと並んでいるんですけど、この方のコピーをすると、この仮想通貨を取り扱うことになりますよっていうことが、ここに書いてあったりだとか、あとはいろいろとこちらの方で、細かいチャートが見れます。で、一番ちょっと注目してほしいのは、こちらの注文っていうページですね。まずここをちょっとクリックします。で、この注文のページには、過去に取り扱っていた、履歴ですね。今までのこの履歴で損益率っていうのがこういうふうにずらっと見れたりだとか、あとはここのコピートレードっていうところを見ると、ビットコイン、イーサリウムで今はこれだけの損益でマイナスを出していますよ。その他のところではこれだけのパーセンテージで、収益を上げていますよっていうことが見れここはかなりね、重要な指標になると思いますので、ぜひトップトレーダーの方を見つけるときには、見ていただいた方がいいページになるんじゃないかなと思います。あとさっきもお伝えした通りに、満員になっている方はもちろんのことなんですけども、こちらのフォロワー数っていうところもかなり大きな指標になると思います。たくさんの方にやっぱり支持していただけてるっていうことは、それだけやり手な方だという見分け方もできると思いますので、ぜひこのフォロワー数っていうところも参考にしていただけるといいんじゃないかと思います。それでは先ほどいろいろと説明させていただきましたが、こういった数値を見ながら、今日僕がフォローする方を今から見つけたいと思います。この人はマイナスとプラスも結構順当に出てて、プラスの割合がかなり多いので、こちらのコピートレードをされている方、読めないですね。この人ちょっとフォローすることにします。コピートレード規約っていうのを読んで、上記の同意書を読み同意しましたっていうところで先に進みます。この方あれですね、さっき満員やった人の一人減ったから入れたっていう感じですね。で、このコピートレーディングペアっていうのを、そのまんまこの人のことを丸々コピーしたいと思っているので、すべて選択で大丈夫です。イーサリアムだけにしたい場合は、イーサリアム以外のこうチェックボックスを外して、やっていく感じなんですけど、もうすべてコピーするので、このまま確認。で、フォローモードは定額か倍率ってなってるんですけど、倍率にするとこの人の純資産多分恐ろしいことになってると思うので、リスク管理ってあるんですけども、この人のことをこのまんまコピーしたいので、今回は、こちら設定せずに行きます。損切り率であったりとか、利確率っていうのを、決めれるんですけど、プロの、人なんで、この人のことをこのまま信じて、次へ行きます。コピートレード上限をご入力くださいって出てきましたね。倍率は嫌なんで、100ドル。100ドル。いや。
それではここで一つ補足させてください、フォローしただけでは私まだ何も仮想通貨が買いたいない状態になるみたいなんですよ。でここの定額に入れる数字、後ほど私ここ10ドルに変えたんですけども、フォローしている方が何かしらの仮想通貨を一つ購入しました。その時に私がベットする金額になるらしいです。なのでこのフォローした方が1週間何も取引をしなければ、私何も仮想通貨を買わないっていう状況になるらしいんですよ。でそれがちょっと怖いので、一応任意の方もフォロー誰か一人外しているのを見かけたので、フォローしておきました。なので1位と2位の方に一応フォローをかけている状態になっております。でこれでコピートレード情報の確認ということで、いろいろと仮想通貨が出てくるんですけど、このまま確認を押します。おおこれで、コピートレードが完成しました。では私の、1週間後の資産がいくらになっているのか、また、1週間後の私にパスをしたいと思います。それでは1週間後の私、どうぞご説明ください。はい、あれから1週間が経過しました。それではですね、早速結果の方を見ていきたいと思います。こちらの矢印を右上の資産のところに持っていくと、今現在の私の資産を見ることができます。果たして私がプロに預けた 100USDT はいくらになったのか、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。いきますよ。はい、ほんのちょっとだけ下がる結果となりました。まあでもやっぱりね、1週間そこそこじゃもうこれくらいの損失しか出ないっていう感じなんでしょうね。今回プロが買われたトークンがビットコインとイーサリアムになります。それでは細かい内訳見ていきたいと思います。ではこちらが今回プロが買われた現物トークンとなります。イーサリアムでマイナス 0.36%、 ビットコインでマイナス 1.76% の損失が出る結果となりました。であと最後に皆さんに一つだけお伝えしたいことがありまして、まあ、例えばコピートレードをやって利益が出るじゃないですか。その出た利益の分の中の 10% はトレーダーの方への手数料として引かれるという仕組みとなっております。なのでたくさん稼ぎたいという方はもちろん自身の手でやっていただいてもいいと思いますし、そして私みたいにあまり自信のない方は、今回私がやったコピートレードをやってみて運用してみても面白いと思います。それでは今回の動画は以上となります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。しばらくはね、このまんま放置してちょっと結果を見ていきたいと思います。